営業という分野で考えているので、キーゲンス。サッカー好きではないお二人に売っていただくというテーマで。選手も知らない、思い入れも何もないんですけど、うんうん、スポーツバーみたいなところでテレビ見ながらアダフォーダ言ってて十分じゃん。そこの点につきましては実際なんかどういった企業に行きたいとかってあるんですか。企業では自分は営業という分野で考えているので、キーゲンスさんであったりそこの企業に行きたいと考えております。営業っていろんな会社あるかなと思うんですけど、キーゲンスさんになんか目をつけた要因とか他にあったりしますか。自分のトップレベルの営業職をやりたいというふうに考えておりまして、そこのトップレベルっていう自分の軸に置いたときに、キーゲンスさんのような営業職に就きたいなと思いました。では実際にやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では次の熊田さんどうぞ。はい、失礼します。ではおかけください。失礼します。失礼します。ということで今回は説得面接というテーマで、サッカーのチケットをサッカー好きではないお二人に売っていただくというテーマで説得していただけたらなと思ってます。ではお願いします。ではまず、自分の、思っていることを、話す前にお二人の、サッカーに対する今率直な印象というのをお聞きしたいと思います。率直な印象どうだろう。世界中で最もたくさんやってるスポーツだけど、今まで見に行ったことって1回ぐらいかな。国立、昔の国立に見に行きました。全然興味はなくて、サッカーにチケット代払うぐらいだったら飲み会とか行った方がいいなって思っちゃうタイプです。まあ、そこを自分としての印象で言いますと、実際のチケットを買って観戦していただくというものは、今自分たちの持っている印象というものを大きく変えてくれるものだと思っています。実際観戦していただくと分かるのは、今コロナ禍で非常に、観客の数が少ないという状況で、実際の選手たちの声が現場に行くと聞こえるというのが今一番得られるものなのですが、なんかでもどうせ行ったってさ、ちっちゃいから国立行って思ったんですけど、これだったらテレビで見てる方がまだ同じ見るでもよっぽどいいわって思っちゃったりするんですけど、なぜスタジアムに行く必要があるんですか。テレビで応援するっていうのと、実際の現場、会場、スタジアムに行って応援するというのは大きな差があると僕は思っています。その大きな差というのは、実際に人と人が隣り合わせてつながって一つのチームを応援する、実際今声は出せないという状況ですが、全員がそのチーム、選手に向かって勝利のために応援する。いやでも そのチーム自体がでも2人、この2人多分興味ないし、別にだ全然知らん、誰も知らんがなっていうやつがなんか一生懸命球を追っかけてるっていうレベルだから、応援したいって気持ちがそもそもないからさ、はい、それでもいいからとにかく見てくれって言うんだったら、まあ、100歩ずつ、テレビでだったら見てやってもいいけどさってなんでお金払ってスタジアム行かないといけないのって正直思ってるんですけど、そこの点につきましては、実際、スタジアムに行って、得られるものというものは、その選手チームの実際の熱量というものを肌で感じていただける。そもそも根本的な話になってしまって申し訳ないですけど、そもそもテレビで見る時間さえ惜しいぐらい興味がないんですけどそういうものでも行かなきゃいけないんですかね。実際行って思っていただけるというものは、実際行かないとわからないものが大きいと思っています。何がわかるんですか。そこでの熱量というか、私は本当に申し訳ないですが、思い入れも選手も知らないし、思い入れも何もないんですけど、うんうん、熱量も感じようがないように思うんですが、そういう私の場合はどういうメリットというか、見に行く良さっていうのはあるんですか。実際、行っていただかないと分かんないというものは、あると思います。そのきっかけ作りをまずは自分はしたいと思っております。行って分かる良さって何ですか。サッカーの良さと同時に、テレビで見ているとただ見るという状況から観戦していただくと、そこにはスタジアムグルメだったり、新しい人と出会う、で同じ境遇を持った人間とお話をする機会というものも実際には現場に行けばありますし、そういう機会を得ることはできると思います。なんかサポーター同士だったら普通にでも SNS とかでさ、つながって、ツイッターとかでさ、いろんな SNS つながってさ、それで別にスタジアムの外で待ち合わせて、そのまま飲み会でも行けばいいんじゃないの。スポーツバーみたいなところでテレビ見ながら
あだこうだ言ってて十分じゃない。スポーツバーっていうところでじゃあ応援するのと実際の現地に行ってその熱を感じるのが全く僕は大きな差はあるんではないかなと思います。いやまあもちろん差はあると思う、現実には差はあると思うんですよ。だけど僕ら2人が今行こうから行きたいなっていう気持ちにはあんまならない、うん、なってないですね。世の中にはそういう人もいるし、僕らみたいに興味がない人もいるし、永遠に交わらない平行線のままみたいな。先ほどから、自分は言っているといい、旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。